仲がいい同僚からある儀式を教わったというイッチ。しかし軽い気持ちでやってみたところ、あまりにも恐ろしい事態へと発展し、この話は2チャンネル史上最も怖い話として語り継がれるのでした。怖い話を集める2チャンネルのスレに、一度や二度のお祓いをすれば何とかなるというわけではないと奇妙な前置きをして現れたイッチ。イッチは2年半ほどの間悪夢にうなされ続けていて、現在でもその呪いが終わったかどうか定かではないとのことでした。これはイッチが23歳だった頃の話で、当時イッチは社会人1年目ということもあり、新しい生活を過ごすのに精一杯でした。イッチが勤めていた会社は小さく、同期が少なかったこともあって、イッチは必然的に同僚と仲を深めていきます。そんな同期のうちに、東北出身の同僚が一人いて、その同僚はなぜか顔が広くて、心霊スポットやオカルトについて詳しい人でした。社会人になったイッチは、バイト代とは比べ物にならないほどの給料や手に入れた新車に舞い上がり、その同僚と女の子をナンパして心霊スポットへ肝試しに行きました。とはいえ、心霊スポットに行っても特に何か起こったというわけではありません。その日はスリルだけを満喫して解散となったのです。それから3日後、イッチの会社では上司が帰るまで新人は帰れないという暗黙のルールがあり、その日も残業してから帰宅しました。家に着いたイッチは疲れていたのか、心霊スポットで感じたスリルが恋しくなったのか、部屋の入り口にある鏡の前でしてはいけないことをしてしまいます。それはあの同僚から聞いた話で、鏡に向かって特殊なお辞儀をすると霊的なものが来るという儀式でした。8畳ワンルームで一人暮らしをするイッチは、廊下と部屋の境目にある鏡の前に立ち、たった一人で変なお辞儀をしてみます。しかしだんだん馬鹿らしくなってきて、来るわけねえよなとつぶやき、お辞儀のまま右に向いた時でした。部屋の真ん中に何かが現れたのです。それは160センチほどの人の形をしていましたが、異常な風貌でした。髪は腰までボサボサに伸びており、のれんのように顔を覆って、髪の隙間からは何枚もお札が貼られているのがわかります。そしてそれは白装束をまとっていて、小さく小刻みに左右に揺れていました。そんなありえない光景を目の当たりにして腰を抜かしたイッチ、金縛りにでもあったかのように声を出せず、体は動かないのに思考だけは働いていて、一体何が起こっているのか必死で理解しようとします。イッチは目の前で起こった出来事の原因が自分であることはわかるのに、白装束にお札を貼り付けたものが何者なのかが全く理解できず、ただじっと見つめていることしかできませんでした。さらに部屋の明かりはついていたのに、その奇妙なものの周りはなぜか青みがかっていて、時間が止まったかと錯覚するほどに辺りは静かだったと言います。それからイッチはようやく部屋から出ることを思いつきます。イッチは直感的に白装束から目を離してはいけないと思い、足元にあるカバンをゆっくりと手に取って後ずさりしながら廊下の半分ほどまで進みました。普通に歩くだけなら3歩ほどの距離なのに、体感時間は嫌に長く感じます。すると白装束はさらに大きく体を左右に振り動かしてわめき声を出し始めたのですが、
イチは気がつくと駅から近いコンビニに入っていました。廊下で後ずさりしてからの記憶が飛んでいて、頭の中が混乱します。しかしとりあえず白装束から逃げることができた安心感からか、急に驚かしてきた白装束への怒りが込み上げてくると同時に、玄関の鍵を閉め忘れてしまったことを思い出し、自分が徐々に冷静になっていることが分かりました。こうしてイッチはその日は部屋に戻る勇気がなく、一晩中ファミレスで朝を待つことにします。翌朝、空が明るくなり始めた頃、イッチは恐る恐る部屋のドアを開けました。そこにあったのは見慣れた自室の景色で、白装束が消えていたことに安心します。それからイッチは部屋に入る前にもう一度外に出て、缶コーヒーを飲みながら一服をしました。リラックスしてきたイッチは、時間が経過したこともあって、そもそも昨日見た白装束なんていなかったのではないかと徐々に思い始めます。こうして帰宅したイッチは、何の警戒心も持たずにゆったりとした足取りで部屋に入りました。カーテンが閉まっている部屋は薄暗く、イッチは慣れた手つきで電気をつけます。ところがすぐに昨日の出来事が現実であったことに気がつきます。部屋には誰もいませんでしたが、白装束がいたあたりにヘドロのような泥が残っていたのです。その泥は鼻を刺すような刺激臭で、靴の裏にこびりついた量とは比べ物にならないほど尋常ではない量の泥がそこにはありました。思わず一度つけた電気を消そうとスイッチに触れると、スイッチを押した左手にも泥がついていました。ここまで来ると現実を受け止めるしかないと思ったイッチは、とりあえず泥を掃除することにします。しかし刺激臭がすごいので、とにかくシャワーを浴びるイッチ。そして会社を休むわけにもいかなかったので、いつも通り出社をしました。会社に着くといつもと変わらない日常が待っていましたが、イッチの心境だけはいつもと違っていました。そして昼休みになって、イッチはようやくあの同僚を捕まえます。イッチは例の儀式をしたところ、白装束の化け物が出てきたと直球で伝えました。ところが同僚は、は、何それ、とまるで相手にしません。それでもイッチは引き下がるわけにはいかず、必死に説明を続けていると、何を言ってるのかわかんねえよと同僚はブチギレ、同僚の怒りに誘われたのか、イッチも俺だってわかんねえよと逆ギレします。これでは拉致が開かないと悟ったイッチは、一度冷静になって淡々と昨日の出来事を説明しました。はじめは冗談だと思っていた同僚も、次第に半信半疑ではありますが、イッチの話を聞くようになり、その日仕事終わりにイッチの自宅に行って確かめることになります。配属ガチャに外れて定時で帰宅できないイッチたちですが、それでもいつもより早く退勤できて、22時にイッチの自宅に到着しました。そして扉を開けた瞬間、今朝と同じ刺激臭が鼻をつきます。戸締まりをしていたため換気ができておらず、熱気とともにひどい匂いが二人に襲ってきました。さすがに同僚もマジと一言だけつぶやいて、イッチの話が本当だったとわかります。すると同僚はお祓いに行くよイッチを促し、知り合いに聞いてみるとだけ言い残して逃げるように去っていきました。イッチはこうなることは予想しつつ、同僚の顔の広さだけは期待することにします。
こうして、イッチは自宅の匂いがひどいため、その夜はカプセルホテルに泊まることになりました。そして、翌日。イッチは会社に行っている場合ではないと思い、近所の寺に駆け込みます。ところが、受け付けてくれたお坊さんに話をしても、専門じゃないからわからない。疲れているからゆっくりするといい。きっと気のせいですよ。と、無能な、のんきな答えしか返ってこない模様。そして、都内の神社も寺も反応は大して変わりませんでした。疲れ果ててしまったイッチは、最後の選択肢である埼玉の実家に頼ることにします。イッチの母方の祖母には知り合いの2層がいて、S 先生と呼んでお世話になっていました。イッチの知り合いで頼りそうな人はもうこの S 先生しか思い浮かびません。S 先生は母の実家がある長崎の寺にいる住職で、温厚な人柄で落ち着いた話し方をする人物でした。教科書に載っているような由緒正しい仏教の宗派で、祖母が信頼を置いていることもあり、イッチは S 先生ならきっと助けてくれると考えます。そうして日も暮れ、イッチが埼玉の実家であるバス停に着いたのは21時を回る頃でした。住み慣れてきた都内とは違って、工場が立ち並んでいる田舎の街はもうすでに人気がありません。おとといの出来事が頭から離れないイッチは暗い夜道が恐ろしく、また白装束が出てくるのではないかと内心怯えながらバス停から実家までの道を早足で歩きましたが、幸いにも白装束は出てきませんでした。ところが夜風に吹かれると、イッチは自分の体に異変が起こっていることに気がつきます。外は涼しいのに、自分の首の付け根あたりだけが熱いのです。それはまるで誰かが首に紐を巻きつけ、摩擦で首を痛めつけているような感じがしたと言います。すると次第にヒリヒリしてきて、発疹もできているようでした。恐ろしくなったイッチは駆け出し、実家まで全力で走ります。そして、ようやく実家が見えてきて、息を切らせながら玄関を開けると、ちょうど母が電話を切るところで、母はイッチの顔を見るなり、こう言いました。あんた、首の周りどうしたの？まさかと思ったイッチは、言葉が出るよりも前に玄関の鏡を見ます。すると、イッチの首には縄を巻かれたような赤い跡がついていて、近くで見てみると、細かな発疹がびっしりと浮かんでいました。イッチは小刻みに震えて何も答えずに階段を駆け上がります。そして、母の部屋にある小さな仏像の前で、南無阿弥陀仏を繰り返しました。今の位置にできることはそれくらいしかありません。心配した父は慌てて部屋に駆け込んできて、異常を察した母は泣きながら祖母に電話をしていて、いよいよ逃げ場がなくなってきたのだと一致は理解しました。それから2日間、一致は高熱に悩まされます。精神的に参ってしまったのか、白装束の呪いの力が強すぎるのか。その間、イッチは首から尋常じゃない量の汗をかいて、2日目の昼には血が滲み始めました。3日目の朝になると、ようやく首からの出血は止まり、熱も微熱程度に収まると、少しは気分も落ち着いてきます。実家に戻って、イッチはようやく自分が置かれている状況を理解しましたが、首の周りの異常な痒みだけが残っていました。枕やタオルに触れると小さな痛みが走るので、早く痒みを治したいイッチは、なるべく首の周りは触らないようにして、布団に潜り、夕方まで
気にしないようにしていました。ところがイッチはどうしても首の周りの発疹が気になって、トイレで鏡を見ると、イッチはすぐに鏡を見たことを後悔しました。なんと首の赤みは引いているのに発疹が大きくなっていたのです。鏡を見る前は線の太さは1センチくらいだったのですが、大きく膨れ上がった発疹には膿が溜まっていました。それは例えると異常に大きいニキビがひしめき合っているようで、あまりにおぞましく、イッチはその場でキラキラリバースをしてしまうのでした。それからイッチは真水で首を洗って軟膏を塗り、泣きながら布団に戻りました。疲れ切ったイッチは、どうして自分がこんな目にと憤ることしかできません。それから泣き疲れていたイッチのもとに一件の着信が入りました。着信はあの同僚からでした。デリカシーがないのか、同僚は、おう大丈夫といつも明るいノリで話し始めたので、イッチは半ば呆れつつも大丈夫ではないことを伝えます。それから同僚は自分の顔の広さを生かして地元の友人に聞いてみたそうなのですが、こうした霊障に詳しい人はいなかったそうです。ちなみに深夜に車で心霊スポットに行って肝試しみたいなキラキラした遊びをしたことがないであろう地域視聴者のために説明しておくと、霊障とは霊がつくことで体に不調が起きることです。友人の知り合いに頼りになりそうな人がいないと分かったイッチは、この時心に余裕がなかったようで、でとつかかった反応を見せると、イッチの乱暴な返事に同僚は慌てて、その代わりにと続きました。同僚は友人に詳しい人はいなかったものの、顔の広さを生かして友人の知り合いに当たれば霊障に詳しい人を紹介してもらえるというのです。ただしお金がかかるようで、とりあえず50万くらいらしいと同僚は申し訳なさそうに言います。イッチは突然提示された50万という金額に驚きを隠せず戸惑いました。ただイッチは普段2チャンネルに入り浸っているそこら辺の小道寺とは違い、立派に働いている社会人なので支払うことはできます。とはいえ決して安い金額ではなく、金が欲しいという気持ちも少なからずありました。しかし正体不明の存在に怯える恐怖や苦しみから逃れられることと天秤にかけると、もう選択肢はこれ以外にありません。こうしてイッチは同僚に頼んで霊障に詳しい人を頼ることになります。一方でイッチは最後の望みだと思っていた S 先生との話も進めていました。イッチが帰宅して仏壇の前で南無阿弥陀仏を唱えていた時、母からの電話を受けた祖母がすぐに S 先生にお願いをしてくれていたのです。とはいえ S 先生は多忙な上に高齢で、スケジュール調整してもこちらに来るのは早くて3週間後になってしまうとのことでした。イッチはこれから3週間何が起こるかわからないという恐怖に耐えられず、少しでも何かしたいという気持ちから同僚の知り合いを頼ることにしたのです。それから23時頃に同僚からまた着信が入りました。不幸中の幸いなのか、霊障に詳しい人は明日来てくれることになりました。そこで明日は日曜日だということに気づき、会社を休んでから5日間も経っていたことに驚くイッチ。突然のアポイントメントでお金が用意できていないイッチは焦りますが、同僚はいつもの様子で多分大丈夫じゃねと頼りない返事を残し、イッチは明日になるのを待ちました。こうして眠りについたイッチでしたが、その晩は妙な夢を見てしまいました。眠っているイッチの脇に白い和服を着た若い女性が正座をしており、旅館の女将がやるように三つ指をついて深々と頭を下げると部屋を出て、襖を閉める前に
もう一度深々と頭を下げました。目が覚めたイッチは夢に出てきた女性を思い出しましたが、白装束のあれと何か関係があるのかはわかりません。そして翌日の昼過ぎ、同僚とお祓いをしてくれる人物がイッチの家にやってきました。その男は30代後半ぐらいで、チンピラのような風貌です。そのためどんな仕事をしている人なのかよくわからず、イッチから話を聞いていなかった両親は男を見るなり顔を曇らせました。それから男は林と名乗りました。とはいえ直感的に偽名なのだろうと見抜くイッチ。それから林は厄介なことになっていると分け知り顔で切り出しました。話を聞いていなかった父は、林がイッチや同僚とどういう関係できたのかと丁寧に質問したのですが、林は素人さんじゃどうにもならない、このままだと危ないと脅し文句を並べ、イッチの同僚から助けてほしいと連絡があったからやってきたと言います。イッチの母はいかにも不安な表情を浮かべながら、息子は危ないんでしょうかと林に聞くと、こんなにひどいのは初めて、悪い気が充満しているときっぱり答えました。そこでイッチの父はすかさず、失礼ですけどご職業はと尋ねたのですが、林は突然やって来られたら怪しいですよねとだけ言って、ちゃんと除霊しないと連れて行かれますよとはぐらかします。林の対応にはさすがにめっちゃ怪しいと突っ込むスレミン。また他にも尼さんがすぐに来ないことや、自分から寺に行かなかったことが疑問だと、他人の荒探しスキルに定評のある手厳しいスレミンもいます。しかしここまで追い詰められてしまったイチを放っておくことはできず、母は藁にもすがるような思いで、林さんにお願いできるでしょうかと尋ねると、それはもう任せてくださいと待ってましたとばかりに答えます。それから林は、ただねお母さんとセールスマンのような言葉を続けました。林が言うには、このようなお祓いには除霊する側にも危険が伴っているのだとか、そして少しばかりは包んでいただかないとと林は言います。大体の流れは想定していたイッチの父は、いくらあればいいんですかと尋ねると、林はまるで当たり前であるかのようなトーンで、まあ200万はいただかないとと答えました。これにはイッチの父も驚きを隠せません。それでも林は動揺している方がおかしいとでも言わんばかりに、払う気がないなら別にこちらも関係がないので構わない、たった200万で助かるなら安いもんと余裕の態度を見せます。それから林はこうした霊障がわかる人は一握りだと言い、また初めから探すんですかと葉っぱをかけました。一方イッチは林と父の会話を黙って聞くほかありません。林が200万と言い出した時は思わず同僚の顔を見ましたが、同僚もさすがに罰の悪い顔をしていました。こうしてイッチの両親はそれ以上自分たちでわかることは何もなく、しぶしぶ林に任せることにします。それからイッチの除霊は今晩行われることになり、イッチの両親から資金をもらい、林は準備をするために出かけました。夕方になると林は戻ってきて、ろうそくを立ててお札のような紙を部屋中に貼り付けます。そして膝元に水晶玉を置いて数珠を持ち、日本酒を杯に注ぎ、いよいよ本格的な除霊になっていきます。
こうして林は、もう大丈夫だから、と、イッチに伝えると、儀式の最中に、霊が別の人間に移ることもあるとのことで、両親に家から出ていくよう言いました。こうして両親は、不本意であるものの、外に駐車している車で待機することになり、日も暮れて、あたりが暗くなった頃に、お祓いが始まりました。林は、お経のようなものを唱えながら、一定のタイミングで、杯に指をつけて、イッチにその雫を飛ばします。一方、イッチは、まだ半信半疑のままで、林から言われた通りに、布団に横たわり、目を閉じていました。お祓いが始まって、しばらく経った頃、イッチは、お経を唱える林の声が途切れ途切れになっていることに気がつきます。それからイッチは首周りにかゆさを通り越してやけに痛みを感じてきて、痛みに耐えながらも目を開けないようにと歯を食いしばっていると、突然お経が止まりました。イッチは瞬間的に何かがおかしいと感じます。お経を知っているわけではないものの、直感的に区切りが悪い気がしました。それに、終わったなら声をかけてくるものですが、それもなく。また、首の痛みは引くどころか、どんどん痛みが増していき、だんだん寒気も感じてきて、何かが布団の上にまたがっているような気さえしてきました。異様な空気に耐えきれなくなったイッチは、不安を抑えられず、目を開けてしまいました。すると、そこには、イッチを挟んで、林と向き合うようにして、白装束のあいつが正座をしていました。白装束は、膝の上に手を置き、上半身だけを伸ばして、林の顔を覗き込んでいます。そして、白装束は、わずか拳一つ分にまで、林に迫っていて、何かを囁いているのですが、なぜか顔を傾けて、フクロウのように小刻みに顔を動かしているのです。一方、林は少しうつむき気味に目線を下に落としたまま、瞬きもせずに座っています。口はだらしなく開いたまま、よだれを垂らし、少し笑っているようにも見え、時々小さくうなずいていました。奇妙な光景を目の当たりにしたイッチは、瞬きも忘れて凝視します。そして、白装束の動きが不意にピタッと止まると、次の瞬間にはイッチの方に顔を向けました。イッチは慌てて目を強く閉じ、布団をかぶり、ひたすら南無阿弥陀仏と唱えます。すると、白装束がイッチに迫ってくる気配がして、イッチのまぶたには顔を小刻みに動かしている白装束の様子が浮かんできました。イッチは恐怖に耐えることしかできません。それから布団の外からガタガタと物音がしたかと思うと、階段を駆け下りる音が聞こえてきました。どうやら林は逃げ出したようです。一人取り残されたイッチは恐ろしくなり、布団に潜り続けます。それから両親が駆けつけ、電気をつけて布団を剥ぐと、そこには丸まって体が固まったイッチがいました。林は両親に見向きもせず、待っていた同僚とその友達が乗っていた車でどこかへ行ってしまったそうです。後から同僚に聞いたところ、林は車を出せ以外は言わなかったのだとか。こうして解決するどころか、ますます事態が悪化してしまい、イッチはもう3週間も S 先生を待っている余裕などありませんでした。4日後、イッチの首にはまだ跡が残っているものの、だいぶ良くなり、熱も下がって体調は徐々に良くなっていました。しかし、良くなっているのは体調だけで、相変わらず朝から晩まで白装束に怯えていて、
食事もほとんど喉を通らず、眠れない夜が続いています。こうしてイッチは精神的に追い詰められ、切羽詰まっていきました。こんな調子でまともな社会人生活を送れるわけもなく、イッチは親から連絡を入れてもらって会社を辞めることになります。この頃のイッチはとにかく何もかもが怖くて、洗濯物や家の窓から見える柿の木が揺れただけでも、もしかしたら白装束なのではないかと一人で怯えていました。 S 先生が来るまでにまだ2週間余り。イッチはこれまで生きてきた中で最も長く感じたと言います。そんなイッチの様子を見かねた両親は、怯えるイッチを強引に車に押し込んで車を走らせました。父には何度も、心配するな、大丈夫だと声をかけられ、母には肩を抱き寄せて頭を撫でられます。こうして母に寄り添われたイッチは久しぶりに安心感を覚え、夜を迎えて深い眠りに落ちました。翌朝、イッチが目を覚ますとすっかり日が昇り、丸一日半眠っていたらしく、久しぶりに眠れてすっきりしていました。車に揺れながらイッチは窓の外を見ていると、見覚えのある景色が広がってきて、長崎に着いていたことがわかります。どうやら両親は怯えているイッチを気遣い、飛行機や新幹線ではなく車で移動してくれたそうで、イッチはそんな両親に感謝します。こうしてイッチと両親は長崎の柳川という祖父母の家に到着しました。両親は足の悪い祖母や S 先生の家に持っていく荷物を運ぶのを手伝うため下車したので、イッチは車に残ります。はじめは平気だと思っていたのですが、後から一人車に残ったことを後悔することとなりました。イッチが後部座席で体育座りして外を眺めていると、急に首に痛みが走ったのです。それは今までの痛みと比較にならないほどの激痛でした。そこでイッチが思わず首に手を当てると、ぬるっと滑って首から血が流れていたのです。またかよと、イッチは自分の無力さを感じながら泣き出してしまいます。そしていい加減にしてくれよと、イッチは次第にパニックになり、祖父母を連れてきた両親が車に戻ってくるとイッチの様子に驚き、どうしたとイッチに尋ねました。イッチは混乱したのか、うるせえと怒鳴ったのですが、疲労困憊しているのは両親も同じで、イッチはこの時初めて父親に平手打ちを食らいます。それから父はおじいさんとおばあさんに謝れとだけ言い残して去っていきました。平手打ちを食らってしまったイッチですが、祖母や祖父に謝っているうちに冷静さを取り戻します。そして励ましてくれる祖父母の言葉に感極まり、自分の心の弱さが身に染みたのでした。こうしてイッチたちが S 先生の家に到着すると、イッチは気のせいかもしれませんが、ふっと軽くなった気がしたと言います。そして門をくぐると初老の男性が迎えてくれて、裏手の玄関から入り進んでいくと10畳くらいの仏間に着きます。それから仏像の前に敷かれた座布団の上に正座している S 先生が振り向くと、そこにはイッチが記憶している通りの顔がそこにありました。それから S 先生は優しくイッチに話しかけてくれて、祖父母も両親も次第に落ち着きを取り戻し、両親と祖父母は隣の部屋で休むことにします。こうしてイッチは S 先生の優しさに感謝の念を抱きながら、
S 先生と膝を突き合わすようにして向かい合わせで正座し、お祓いが始まりました。イッチはこれでもう大丈夫かとほっとしていた時、 S 先生が怖いとイッチに聞きます。不安にさせるようなことを言い出した S 先生に、ヒステリックになっているイッチはまた切れてしまいます。ブチ切れたイッチは S 先生に、なんで俺につきまとうのか、もう勘弁してほしいと思いをぶつけました。突然怒り出したイッチに S 先生は戸惑い、何かを言いかけるもイッチに遮られ、イラつくわとイッチが叫んだ時でした。どうどうるしてどうどうじるして、左の方からオウムかインコのような甲高くて抑揚のない声が聞こえてきます。イッチは恐る恐る耳をそば立ててみると、その声はどうしてと言っていることがわかりました。イッチは助けを求めるように S 先生の方を見てみると、さっきまで優しく見えたはずの S 先生は無表情になっています。それからイッチを横目で見ながら、声が聞こえる方に何かがいるとわかりました。こんな時寄せばいいのですが、イッチはその方向を向いてしまいます。やはりそこには白装束のあいつが立っていました。白装束は体をくの字に曲げてイッチの顔を覗き込んでいて、一番心強かったS 先生の前にまで出てきたことにイッチは混乱します。白装束はあの時と同じでフクロウのように小刻みに顔を動かしながらイッチを不思議そうに覗き込んでいました。どうしてどうして、白装束はオウムに取り憑かれたように単調な言葉を繰り返します。イッチは息をすることさえ忘れて、開いた口が塞がらないまま白装束を凝視していました。そして白装束は手を動かして顔に貼り付けているお札をゆっくりとめくり始めます。そしてイッチは見てはいけないと感じたのですが、金縛りにあったかのように体が動きません。それ以上めくるなと叫びたいのに息を漏らすのがやっとで、もうこれ以上見たら終わると思ったところで、パンと乾いた音が響きました。イッチは破裂するようなその音で飛び上がり、正座していた体を動かして背を向けると同時に走り出します。ところがイッチの足は痺れていて、足がもつれて頭から壁に突っ込んでしまいました。それでも気が動転しているイッチに痛みは感じません。額から流れる血で目の前が見えないのに必死で出口を探していました。すると突然、まだいけませんという S 先生の声が響き渡ります。一瞬障子の向こうにいる両親や祖父母に行ったのか、イッチに行ったのかわからなかったのですが、驚いたイッチはその場で硬直しました。すると怖かったわねと S 先生はイッチに語りかけ、元の優しい表情に戻っているのでした。それから正気を取り戻したイッチは、先ほどの大きな音は S 先生が手を叩いた音であることがわかりました。それから見えたわねとイッチに尋ねる S 先生、イッチがどうしてと繰り返していたと言うと、 S 先生は白装束の正体について語り始めました。 S 先生によると白装束には悪意がなかったようなのですが、寂しさを抱えるあまり話したい、触れたい、見てほしいという気持ちが強すぎて、イッチの元にあのような形で出てきたのだそうです。それからイッチは周りの人からよく思われていて、
白装束にはイッチが優しそうに見えると同時に羨ましくもあったのだとか。ただイッチはその思いに応えられるほど強くはなく、体が拒否反応を示していたのだそうです。とはいえ、イッチはどうすればいいのかわかるはずもありません。お祓いさえすれば終わると思っていたので戸惑うイッチ。そんなイッチを見かねたのか、S先生は、時間はかかるけど、なんとかしてあげます、と言って、イッチを励ましてくれました。それから S 先生は、見た目が怖くても、自分が知らないものでも、自分と同じように苦しんでいると思いなさい。救いの手を差し伸べてくれるのを待っていると思いなさい。と、力強い言葉をイッチに送り、お経を唱えてお祓いは終わります。安心したイッチは、額の怪我や首の痛みが残っていても、ぐっすりと眠ることができたのでした。翌日、イッチは S 先生に連れられて本山に行くと、本堂の横奥にある小屋に通されます。そこでは S 先生を慕う人たちが修行を行っていて、イッチも霊障がなくなるまでそこで過ごすことになりました。1ヶ月後、本山での様々な境遇にある人たちと過ごすにつれて、霊障への恐怖はすっかり薄れていたイッチ。S 先生からも、随分早く良くなったわね、と声をかけてもらったので、もう成仏したのではないか、とイッチが笑って言うと、先生は、そんなことないわよ、と答えました。すると先生は、イッチの引きつった顔に気がついて、もう少しここで修行していきなさい、と声をかけ、イッチは S 先生の言葉通り、本山に留まることにします。それから2ヶ月後、本山の修行を終えたイッチは、身支度を終えてお世話になった S 先生へお礼を言いに行きました。しかし S 先生は、帰るのやめてここにいたら、というので、先生は別れを惜しんで言っているのかと思ったら、だってまだ残ってるから、と続けました。結局イッチは本山で修行を続けて5ヶ月後に、S 先生には、もう大丈夫だろうけど、しばらくの間は月に一度は来なさい、と言われ、こうしてひとまずは日常の生活に戻ることになります。借りていたアパートは母が退去手続きを済ませてくれていて、イッチの荷物は実家に運び込まれていました。母によると、アパートの部屋を開けた時、何かをいぶしたような匂いが漂っていて、部屋の真ん中には小さな虫が集まっていたのだとか。それからイッチは5ヶ月ぶりに携帯を見てみると、ものすごい件数の着信とメールが届いていて、特に多かったのがあの同僚からでした。メールを確認すると、同僚は自分なりに自責の念があったらしく、同僚が家に来ていたことを母から知り、イッチは久しぶりに同僚に電話をかけます。同僚は電話に出たのですが、周りが騒がしく、ろれつが回っていなかったので、イッチはすぐに同僚が顔の広さを発揮して、コンパをしているのだとわかりました。その日は電話を切って、殺すぞ、とだけメールをしたイッチ。翌日、同僚から連絡が来て、同僚は謝りに、イッチの家まで来ることになります。それからイッチは玄関を開けるなり同僚をぶん殴りました。こうして同僚への怒りが晴れたイッチは林の後日談を聞きます。林は逃げ出した時すでにおかしくなっていたようで、道中で突然笑い出したり、そんなことはしませんと言って怯え出したりしていたのだとか。さすがに同僚も腹が立って、林を紹介した友人を問い詰めたところ、やはり林は詐欺師のような人物で、友人は
小遣いが稼げるとそそのかされて紹介してしまったのだそうです。しかしそれから林がどうなったかは誰も知りません。こうして日常に戻ったイッチはそれからも S 先生の言葉を守り、月に一度 S 先生を訪ねていたのですが、それから3ヶ月後のことです。本当にあの霊障が終わったのどうかわからないまま S 先生は亡くなってしまいました。さらにその2ヶ月後、すっかり日常に戻っていたイッチのもとに祖母からイッチへの手紙が届きます。そこには S 先生がイッチに宛てた手紙が同封されており、手紙を開いてみるとそこにはイッチへの謝罪が書かれていました。実はイッチが S 先生のもとにやってきた時、取り付いているものが先生の手には負えないことが分かり、S 先生自身も恐怖を感じていたのだとか。そして S 先生はイッチのために毎日お祈りをしていたのに、あの白装束はイッチから離れなかったそうです。でももう近くにはいなくなったから大丈夫なはずと言い、もしまた辛い思いをした時は本山に行きなさいと書かれていました。それから S 先生は最後にこう記していました。あまりにも辛かったら仏様に身を委ねなさい。これはつまり偉大な S 先生でも対処できる悪霊ではなかったので、イッチを助けてくれるのは仏以外にいないということだとイッチは理解します。 S 先生は最後の日、もう大丈夫だろうと言っていましたが、あの言葉はイッチを安心させるためについた嘘だったようで、絶対に安心しきってはダメと書き残していて、手紙は締めくくられていました。手紙を持つ手が震えるイッチ、額から油汗をかいていることがわかります。イッチの頭にはまだ終わっていないのかという恐怖が駆け巡り、もしかしたら先生もあの白装束に苦しめられていたのではないかと考えると恐ろしくなりました。こうして白装束が現れてから2年半、今でもあれが終わったかどうかわからないというイッチ、そして自分がどうしてあんな目に遭わなければならなかったのか未だにわからないし、理不尽だという気持ちが今でもあるのだとか。それからイッチは何かに取り憑かれることはシャレにならないほど恐ろしく、誰かが終わったと言っても気を緩めてはいけないと注意を促しました。まさかイッチに取り憑いていた白装束が払われていなかったという展開にさすがのスレミンも怖がります。それからイッチは最後に謝ることがあると妙なことを書き込みました。というのもこの話の中にいくつか嘘があって、その嘘は前提に関わるのだとか。今さら悔やんでも悔やみきれない、そう最後に書き込んだのはイッチではなく、この話の語り手はそもそもあの同僚だったのでした。同僚から教わった儀式で凶悪な霊に取り憑かれたイッチでしたが、最後に語り手がイッチではなく同僚であったというどんでん返しで終わりました。さてイッチは今も無事に生きているのでしょうか。ぜひ感想を聞かせてください。ご視聴ありがとうございました。